えー、まあ、ゴールデンウィークということになるとね、えー、当然、えー、旅に行かれる方も午前いらっしゃるでしょう。まあ、天気が気になりますけれども、南関東に関しては、えー、この日曜日は雨なんだそうですね。それって前から言ってましたっけかね。なんか、あの、長期予報はね、今年の夏は暑くなると、しかも早い時期から暑くなるというようなことを確か言ってたというふうに思うんですが、えー、まあ、それでもね、雨がちょくちょく、まあ多分降るんでしょう。 ね、この間もちょっと強い雨、雨と風がすごかったですけどね、えー、ありました、えー。今週、まあ、近々で言うと日曜日がどうやら雨と、まあ、土曜の夜深夜あたりから降り始めるということも言われてますので、まあ、十分お気をつけいただきたいというふうに思います。あのー、いろいろ話題がありますけれども、まあ、 この,の明かりがないっていうのがよくわかんないですけど、佐々木朗希が165キロを出したっていう、もうスピード競争みたいになってますね。で、なんか、大谷さんと日本のプ,レプロ野球での、え、その最速記録がこれで並んだんだそうですけども、佐々木朗希さんってまだ19歳とかそんなもんでしょね。え、大谷さん、あの、 あ,まあ、あの人ですから、これからまた球が速くなるのかもしれませんけど、どっちかっていうと、信じられないようなあの変化球で <laughs>、あの、減惑するっていうピッチャーに、どうも、あの、なっていく可能性が高いんじゃないかと私は思ってるんですけど、佐々木さんはまだこれからですよね。もう、21歳,21歳。あもう、あれじゃないですか、もう、ちょっと表現が、あの、美しくないですけど、馬鹿力が出る年でしょう。 <laughs> これからさらにね、22ぐらいがピークですかね。えー、いや、とんでもないことになるだろうなとあの。本当にバッターも大変ですよね。そんな球を打たなきゃいけないんだからね。<laughs> まあ打てなくてしょうがないんですけど。で、まあ、野球の,あの話題ついでに、なんかジャイアンツが妙な試合をしたみたいで、えー、ね、阪神の,あの伊藤さん でしたっけあの、ジャイアンツキラーと言われている人の前に、ついにカンプ負けしちゃってですね。えー、びっくりしました。カンプ負けは、まあ、それ、あれだろうなと思って、点数を見たら0対15っていうね。一瞬テニスかと思ったんですよ。フィフティーンラブっていう。<laughs> <laughs> そう、始まった、テニスだったら始まったばかり。最初の、あの、サービスエースかなんかで、あの、点取ると、 あテニスも変だよね。変な数え方しますね。15、30、40、そして、まあ、60で満画ってことですよね。<laughs> 試合を一つ取るっていうことになる。赤兵の,の単位でそうなっちゃったのでね、15シリングかなイギリスはシリングですよね。あの、ポンドシリング。 いやあ、しかし、よくね、取られたね。0対15。<laughs> もうなんか、阪神の方は、あの、点取りすぎると、翌日の試合っていうか、次の試合で、あの、点が取れないんで、あの、逆にそれが不安になるみたいな話があったようですけども、取られた方はもっと不安だよね。もう手も足も出ない状態で、ぼかすか、 ね、テニスかと間違えられるような点差になってしまったっていうことなんで、えー、すいませんジャイアンツファンの方が聞いてたらねあのここのところは何ていうか耳栓を押してあ先に言わなきゃいけなかったね私はあのジャイアンツファンなんですけどうそ、えー、つけっていう声がどうも聞こえてきますけど <laughs> あの負けるのを見るのが好きっていうそういうジャイアンツファンですけどね <laughs> すみません。余計なことを申しました。えっと、まあ今日も、まあこんなあの、まあ冗談のような話で、2時間過ぎてもまあ悪くはないんだろうなと思いますけれども、世の中大変深刻な問題も起こっておりまして、まあ国内の政治でいうと、まあ、あの、明らかに、やっぱり維新が、えー、まあ、 躍進を遂げて。で、えー、まあ、と言いながら、その中身は自民党っていう感じもちょっとするんです。まあ、それと、鈴木宗男さんみたいな方がね、あの、維新って言われちゃうと、維新って何なんだろうっていう <laughs> 感じがしますしあるいは、維新のまあ創業者である、えー、橋本さんだとか、あるいは、あの、大阪の方とかね、そういう方の話の中では、 自民党をもっと強くしなきゃいけないんだって。まああの人たちは今現在は維新の人とし人ではないとして喋、えー、っているようなんですけども。まあそれはね、あのまあご本人がどういうようが、そ周りから見ればそれはちょっと違うなと思うんだけど、あのうん、自民党を強くすることは必要だというようなこと。まあそれで、えー、自民党が弱すぎる、維新が強すぎるから、 えー、切磋琢磨しなきゃいけないので、自民党を強くしよう。で、政治塾でも開きますかみたいな話をどっかで読みましたけど、まあ、そんな、まあ、言うよねっていう <laughs> 感じがしますね。で、他方で、えー、立憲民主党の印象というのが、まあ、あの、小西さんの、あの、特にね、その、 まあ、その前の、何、うん、てうんでしょう。あの、での総務省の文書の話から、えー、憲法審査会に関する、あの、猿発言が目立っちゃって、で、まあ、なんか、そういうところに、あの、沈む余地があったんだなって、逆に、あの、不思議な気もちょっとするんですけども、えー、立憲民主党の全体的なイメージというのは、 まあ、おそらく毎日テレビを2時間3時間見てる人からすると、えー、かなり悪いものになってき悪いというか、えー、まあこれをするに値しないような、まあ、政党っていうふうな雰囲気これがね、えー、まあもちろん身から出た錆ビっていうことはたくさんあるんだろうと思いますけど、えー、出てきてしまっているそれがまあ一つの党という私的な存在私的っいうのは私的なね プライベートな存在がどうなろうと、それは自由だと思いますけれども、その政党がたまたま野党の第一党であって、与党、今、国会内の勢力ということで、現在の勢力ということで言えば、盤石の与党が大軍閣大からもしかしたら大増税をやろうとしているというときに力を発揮できないでいるのは、それは、 国民全体にとっての不幸だなという気がいたします。まあ、それから、えー、目を世界に転じてみればちょっとかっこよすぎますけどねアメリカと韓国の間での、まあ、話し合いの中で、えー、バイデンさんが韓国が核で攻撃を受けたら、まあ、それはあ報復されるんだっていうふうなことをねあのつまり北朝鮮は そのままのレジームをもう保存なんていうんですか保持できないぞっていうふうなまあ落しのようなことですけれど、まあ今の北朝鮮の状況からするとそう言われてもしょうがないよねっていうぐらいの、えー、大変危機的な状況が一応ありますよね。うんもう核戦争の危険が、えー、地球上の二か所で かなり具体的にあるというのは、こんなことはなかったんじゃないでしょうかね。<laughs> まあ、ウクライナと、それから、朝鮮半島ということです。まあ、ウクライナの方は、あそのロシアが、まあ、どういうことになるかね、わかりませんけれども、ウクライナ軍の大攻勢が今、まもなく始まって、 でその結果としてロシア軍が敗走するというふうなことになれば、えー、おそらくプーチン政権はもうね持たなくなるんじゃないかと思いますけれども、まあ、そうならないっていう見方もねもちろんあるでしょう。えー、しかし今、まあ、特に東部の戦争の状況っていうのはバクムートというところともう一つアウディーユーカという場所がもう一か所ぐらいがえー ロシア軍が攻撃を強めているところで <laughs>、それ以外の場所については、かなり、えー、トーンが落ちている。まあ、それも弾薬を節約するためなのかもしれないという、一応、流報を、まあ、専門家の皆さんはね、されていると思いますけれども。うん、どうでしょうね。まあ、特に人員不足は、これはもう、いろんな面から明らかで、 弾薬も、まあ、イランやあるいは北朝鮮があるいは中国が間接的に、えー、まあ補給していれば別ですけれども弾薬も基本的には不足しているで戦術に関しては相変わらず極めて古臭い、えー、人の命を命と思わないような大量の犠牲を出しながら、えー、わずかな戦果を勝ち取っていくという。 えー、まあ何て言ったらいいんでしょ、ね、うね、んまあ、20世紀にも21世紀にも見たくないような、えーまあ、ものが進行しているわけですね <coughs> だからこういう状態の軍隊が勝てるとはちょっと思えないんで、うん、まあウクライナ軍に関してはいわゆる西側のお新しい兵器の 供与などで、まあ、どんどんロシア軍との,その戦力の差をまあ縮めていって、えー、5月半ば末あるいは夏前ぐらいに、まあ、一挙に、えーまあ、反攻を全土で最終的には全土で行ってクリミアを含んで、まあ、ウクライナ軍がすれば解放すると。 いうことになりそうな気がちょっとします。まあ、クリミアに関してはね、よくわかりませんけど、うん、ただ包囲するだけでも十分なんじゃないかって話がありますけど。<coughs> まあ、そんなあ、今日この頃でございますが、えっ、ー、と、冒頭でお話ししようと思いましたのは、今言ったような件ではなくてですね、えー、これ、あの、数日前のテレ朝のモーニングショーで、 割と面白い企画というか、人口減少に関する問題が取り上げられていましたので、そのことをちょっとお話したいと思ってます。あの、あれ、ずっとなんかフォローしてるわけでもなんでもないので、わかんなかったんですけど、玉川さんは完全復帰したのかなほとんど。一応、あの、取材をした上で話すということになってるようですけども、立ち位置が、 だいぶ、あの、リポーターからコメンテーターに近づいてるんで、あ、これ、あれ、もうあれないかな、あの、ケーキが開けたのかなっていうふうに思ってるんですが、まあね、あの、私からすると、まあ予想通りではありますけれども、まあ中にはね、首にすべきだというご意見もあったでしょうし、もう二度と出すなというふうな、 声もあったかもしれません。まあ、でも、そうならなくて、良かったなと。まあ、それは予想でもありましたけれども、良かったなと思ってます。<laughs> あれだね、あの。なんか、大きい声で強く主張すれば。こう、話が通っていくんだっていうふうに。考えない方がいいんじゃないかなっていう。ちょっとね、最近、玉川さんに思いかかってませんけど。えー、なんか。 そう,いうふうに言いたくなるような、ちょっと力が入りすぎている感じがちょっとね、して。えー、力入れれば聞く方はうんうんと頷なずいてくれるかっていうと必ずしもそうでもないので、えー、まあその辺は難しいなと思いながら見てるんですけど、えー。実は人口減少に関して、 総務省ですかね、あのデータが発表になった、これはあの10月、昨年の10月1日現在ということですけれども、なんと12年連続で人口が減っていると。で、しかも減り方が今回大きくてですね、この1年間、まあ、昨年の10月までの1年間で55万人以上が減ったということですね。 でまあことですで、まあ、これはあのかねたからいろんなこと,ところで言われてますしまあ,あの人口が減少始まったのはもうまさに12年前なわけですけどその頃からニュースの形で、えーまあ、私なんかもメルマガでいろんな学校で取り上げてはきましたけども。えー ちょっと、まあ割と、何度も私があの申し上げていることとつながりがこう出てきたもんですからちょ、今日はちょっと改めて申し上げたいと思ってます。あの、まあとにかく人口が減って、それが大幅に減っていくということになると、各方面での労働力の不足ということが顕著になってくる。これはもう明らかで、 あらゆる労働世界で、えー、働き手の減少ということが、えー、まあ、あの、それはあの、場所によってというか、えー、条件によって、その深刻さというのは色々あるかもしれませんけれども、えー、しかし、影響の出方というのは一応なわけですよね。で 例えばその人間の問題だけじゃなくてインフラの劣化これを修繕しようとしてもできなくなるかもしれないつまり働き手がいないために、えー、その地域なりあるいは分野において必要な、えー、労働が確保できないということになると、えー、まあインフラの更新もできなくなる。 そして、まあ、労働力不足ということで一番分かりやすい例は、まあ、介護の現場だという話になってました介護の業界というのはあの、まあ、2000年の介護保険導入以降、まあ、かなり様相がこう変わってきて、まあ、保険の形で、まあ、保険のサービスを まあ、介護サービスを受けるっていう、まあ、形になったわけですねでそれ以前は、えーまあ、公的な保障が、まあ、一応あったわけですね、まあ、ところがそれもいろんなあの歪みを、まあ、起こしていたので、えー、そうそれが良かったとの間違いなく良かったと言えるかどうかはちょっと分からないんですが、えーまあ、産業、まあ、介護を の世界を一つの産業としてまあ作り上げるということでもあったわけですよね。まあ、ところが、まあ、それで、まあ、施設介護も、その介護保険導入されても、まあ、施設介護、まあ、これももちろん、なんて言うんでしょうか、一つのえ重要なファクターとしてあり、同時に、え、ー まあ家庭での介護のまあ援助のためのいろんなサービスとかえまあ,あるいはお年寄りの老化をできるだけまあ防ぐようなこととかそういうことも含めてまあ仕事の世界が作り上げられていたわけですけれどもまあこれがまあすでにまあ破綻。 にに近い状況になっていると言っていいるとと言っんだろう,と思うんですね。<laughs> あのまあもう導入当初からいろんな問題がありましたけれどもやっぱりあの大きいのはとにかく介護保険料が、まあ、どんどん上がってしまっているとそれから、えー、サービスを受けるにしても、えー、負担があるわけですので、えー、結局その 負担をできる範囲でしか、負担できる範囲でしかサービスを受けられないということになるんで、えー、なかなか、まあ、難しい状況に立ち至っていると思うんですね。<laughs> で、結局、家族介護に逆戻りすると。えー、まあ、施設介護にせよ、あるいは、 在宅サービスにせよ、えー、家族介護のまあ何て言うんでしょうかあの家族介護から解放するというのが、まあ、一つの謳い文句だったわけですけれど、えー、家族介護のところに戻ってきちゃう感じなんですね、うん、でこれからその介護の需要がどうなっていくかということを をまあ予感する上で、その人口に占める高齢者の比率ですね。これが今回29%ということで、これはこれまでで最高だったそうです。まあ各湯私もその中に入ってるんで <laughs>、マスターはまだみたいですけど <laughs>、もうちょっとだよね。65歳までね。 もうちょっとある、うん、私はもうないんですけど <laughs> でこの29%の高齢者の中で、えー、要介護者介護を受ける必要があると考えられる人がなんと688万人もいてですねそこに対して現在介護職員として、えー、仕事をしている人が215万人。えー 三倍以上ってことですかね。この中でつまり一対三になっているわけですね。あのこれは。もちろん、あの日本つつうら、つつうらうら全部。あの介護の現場一対三だなってことじゃ全然なくて <laughs>、えー。実際には、一人のヘルパーさんが7、七、八人のお年寄りを、まあ担当しなければいけないと。 いうようなことが現に起こっている。で、介護の職員のその賃金、まあそのなんて言うんでしょうか、待遇をまあ良くしようという動きはずっとありましたけれども、えー、今も決定的に待遇は良くないわけですよね。だから待遇が悪いのにでどんどん。えー 大勢を見なければならなくなるということになると。介護の仕事に、まあ、夢を抱いて。やっていこうということで、入ってきた人たちも、まあ、どんどんとやめていくと。いうことは現に起こっているようです。こうなると。さらに、悪循環が始まって。まあ、労働協会になるわけですね。あの、介護。 の職員の皆さんからすれば、で、労働強化になって、現役世代が離職をしていく、さらに環境が悪化する、さらに辞めていく、ということになって、まあ、介護は成立しなくなってしまう、という恐れをまあ考えておいた方が良さそうですね。で、まあ、こういうことが起きて、 で、まあ、どうしたらいい、あしたらいい、こうしたらいいということが、まあ、いろいろ議論されるんですが、ちょっとここから、あの、まあ、ガデン飲水っていうのは変なんですけど、うん、例の相模原の障害者の死傷事件があったじゃないですか。19人の方が、えー、刺し殺されたり、大怪我を負ったと。あの事件の時に、これ、あの、この番組でも、 私はそれこそ3回か4回か申し上げたと思うんですけど実は同じ神奈川県内でまあそれは偶然なんですけど神奈川県内で、えー、やっぱりそその恐ろしい事件があと2つも起こっていたっていうことがあって2016年ですね相模原は知的障害者のあ施設の元職員が 施設に侵入して、え次々と手にかけたという事件でした。で、そのことをあのまあ、犯人はですね、正しいことだというふうにま思っていたわけですね。で、逮捕された後のね車の中でも彼はなぜか笑っていた。 でまあ、それ以前に政治家にねアプローチしたことがあったようですけれどもその時も、まあ、知的障害者を、まあ、正確に何て言ったか覚えてないんであれなんですけど、まあ、つまり自分の行動を正当化しているわけですね正しいことだと思っていると。で 実は、あと二つの事件というのは、一、えー、つは、川崎の老人ホームで、やはり職員が、これは現役の職員が、えー、まあ、面倒くさい人だったって言い方をしたようですけれども、お年寄り三人を、えー、建物の三階かなんかから、えー、投げ落として殺害していたという事件でした。 からもう一つはあ、これは川崎ではなくて横浜になりますかね、大口病院という、まあ今名前変わったようですけれど、ここで、まあ特に週末期のケアをしていた病棟だと思うんですけども、そのお年寄りの、まあ、点滴の中に消毒薬かなんかを入れて、 殺害したとこれはあの3人に対して2人でしたか3人でしたかに対して立件された件ですけれども一説には50人ぐらいそうやって妙に多く亡くなっていったとあの終末期のケアですからあの一定の期間の間にやっぱり亡くなっていかれるわけですよねだけど それはあの、まあ、ある種の経験値があるんだと思うんですけども、その異様にその早いペースで人が亡くなっていった時期があるということが言われていて、その、それが果たして犯行の結果だったのかどうかは分からないんですけども、えー、まあ実に恐ろしい事件がありました。で、こうやって見ると、えー、まあ、高齢者、あるいは要介護者、 それから障害者。障害者についてはもう一つ、これはあのその時の事件じゃなくて、その後の事件になるかもしれませんが、東京の八王子の精神病院で、えー、虐待があった件がありますね。あれどうも東京都の対応、あのまだまだなんか生ずるいんじゃないかなって思いますけれども、えー、その病精神病院を 退院するにはもう死ぬしかないというふうに入所者の人が言っているぐらい <laughs> 死亡退院っていうのが大変多いっていうまあとっても恐ろしい病院の話がありました。これはまあやっぱり精神障害の方の 人権の問題ということでかなり広く言われましたけれども今言ったその高齢者、要介護者から身体の障害者及び精神障害者こういうまあ弱者の皆さん弱者ですよね典型的な弱者だと思いますがでそういうところに対するある種の憎悪みたいなねその先ほどもそのお年寄りを投げ殺した投げ落として殺害した 人はその面倒くさい年寄りだったというふうな言い方をしたそれから少し次元が違いますけれど相模原のケースはこういう知的障害者を殺すことが正しいことだというふうに言っていた、えー、つまりねゾ、まあ、ある種の像社会を保っていくにはこういう人たちを まあ、抹殺しなければいけないというような感覚まあ憎悪からそれが、まあ、ある種の思想化されていくあのそういう前段階というかねそういう内容を持ってるんじゃないかと思うんです。ここれめちゃくちゃゃゃく恐ろしいい話じゃなでですかでもねこの 沢見原の犯人と同じようなことを、えー、ねえエール大学の助教の方がおっしゃってたでしょ。えー、まあ、その、こう、今の問題を解決するには、高齢者の集団自決が必要だと。まあそ、その前に、人は適切なときに切腹すべきだっていう言い方をした。でこれ切腹すべきだ って言って、多分言い過ぎたと思われたんでしょうね。あの、実際の切腹じゃなくて、社会的な切腹でもいいんだと。えー、つまり一線から退けっていうふうな意味なんですけど、でも、考えてみたらさ、<laughs> えー、社会的な切腹では多分足りないよね。この人の理屈で言ったらね。実際に切腹させなければ。 という内容があると思うんですけど。あの。彼はね、もちろん犯罪を犯しているわけじゃないですよ。ないですけども。言ってること。の、まあ、思想次元でいうと。こういうものとぴったり合うじゃないですか。あと一歩でナチスなんだよね <laughs>、うん。あの、ナチスは。 こういう人たちを虐待しましたあの精神障害を負っている人たちなんかをあのやっぱり殺害しましたそ、うん、から同性愛の人たちまあ今はね LGBTQ っていう大変便利な言い方がありますけどあの性的なマイノリティに対する虐待もやりました。えー、あのそして そ,のそれはあのあれですよドイツ人の中に生まれたねそういう子どもたちも犠牲になったわけですよ。でもそうじゃなくてユダヤ人を絶滅させようってまあそこにはもう一歩必要ですけどねあの日本のこういうことを言ってる皆さんは。まあその辺をやっぱりなんて言うんでしょうあの 人口が減っていくっていう状況の中で我々が今以上にその社会システムをうまく運営することができなくなっていくインフラも朽ちていくまあ物をね配送する人の数も減っていくそういう状況の中で社会の内部に 敵を見出すということになった場合に、その敵というのは典型的な弱者なんだということはよく分かっておいた方がいいんじゃないかなという気がしております。うん、あのめちゃくちゃ暗い想像ですけど、逆に言えばそのことに注意をして、えー、なんていうんでしょうね、あの。 いいいろんなものを測っていくっていう、まあ、基準としては、まあ、これ以上のものはないんじゃないかと思ってるんですけどあのまあなんていうんですかねその堅苦しく言えばあのあっていうかまず柔らかく言うと、えー、死ぬべき人はいないんだっていうことですね。 死んでいい人と死,ぬと死ななくていい人がいるんじゃなくてまあ事実としてはあの死ななかった人はいないわけですけれどこれからも多分そうでしょうそれは個体の生命っていうのはいつか途切れるわけなんでそれはしょうがないんだけれどもでも我々の社会がある人は死ぬべきであると判断するということはあってはならない。 っていうふうに、まあ私などは考える。で、それは何を拒否しているかというと、堅苦しい表現ですけれども、制度的な死、制度的な死、プログラムされた死というのはどういったらいいですかね。うん、制度的な死というのは、えー、認めてはならないっていうふうに思っております。死、え、刑、ー、もそうですし、えー、まあ、人間に関してのことですけどね。 えー、っていうようなことを考えました。<laughs> まあ人口減少の問題って多分そういうところにつながっていく話なんじゃないかなという、これはモーニングショーでは言ってなかったので、えー、付け加え的に申し上げました。と、えー、いうところで今、えー、お話ししました後半の内容に関してはあここに出ておりますけど、 マグマグさんから出させてもらっています、ウッチージャーナルとウッチージャーナルデラックス、こちらの方に反映をさせたいと思っております。なお、あの、このデモクラジオも5月5日はお休みをいただきますけれども、それに対応して5月7日に配信予定だった、この2つのメルマガに関しては、救済というか、こちらもお休みをさせていただきます。足からずと。 いうこと <laughs> えー、では1曲目に参りますかねあなんか私がうまく読めないだろうということですねああえどっちモダンジャズ・カルテットの方そうそうあはいじゃあ1曲目はですね MJQ ですねモダンジャズ・カルテットであでこれなのか バキアナス・ブラジレイラス。ブラジル風バッハというの。